というわけで、お嬢さんたちはこの部屋を自由に使うがよろしい。ありがとうございます。お邪魔いたしますわ。昔と変わってませんのね。うん、よくここで合宿したね。凌介、大丈夫？なんかすごく息が上がっているけど。電話したら神父様が許してくれるならここに泊まっていいって。夏休みの間はこちらにいるかね。はい、もしよろしければ。あら、それは素敵ですわね。賑やかなのはいいことですわ。ミナちゃんも一緒の部屋になるんですか？それなら戸締まりは厳重にしないといけませんわね。じいやあ、心配ご無用。ひなはまだ小さいから私の部屋で一緒に寝かそうと思っている。この通りであるしな。神父様のお部屋なら夜も安心ですわね。変な憲法を教えられるかもしれないけれど。子供用の道着が必要だな。さあ、それではまた後で。踏み外す可能性について考えてみたら、思い当たることがあったのよ。それは何ですの？確かに昔の陽介は子供の女の子とばかり遊んでたわ。いいえ、同世代の男の子とは遊んでなかったわ。こんなこと考えたくないのだけど、もしかして陽介、小さい子にしか興味がなかったんじゃないかしら。そういえば、年上の女性とは遊んでなかったわ。
つまり虎視眈々と。確かめているだけよ。8年ぶりだもの。もしもということだってあるでしょ。でもそんなことしても無駄だと思うし、陽介くんはそんな誘惑になんて。だったら平気なはずでしょ。
和感とか全然ないもん。やっぱりおぼしろ村がふるさとってことだよね。私は神父様からお手紙をいただいただけで。私もたまたま神父様に呼ばれただけで。聞いてないし。味の方はどうかしら。どうかな。マウイ棒とお茶いいかな。ヨミちゃんは？マウイ棒とお茶いかを一緒に食べてるみたい。
チョコ味ならあるいは。皆さん反応が悪いですわね。これってかもう舌がとろけるほど美味しいですわよ。私はこれから夕飯の支度よ。今日は3人の歓迎会だから早めにね。お客様は部屋でだらけていればいいのよ。いいからお姉ちゃんに任せなさい。見ての通り夕飯の材料よ。そうかしら。一応歓迎してるつもりだから。昔からそうなんだから。何？何よ、気になるじゃない。
ジティブシンキング。ううん、なんでもない。ねえ陽介、ヨミさんから何も連絡なかったの？気にならなかった？信じてたんだ。8年も。どうして電話も手紙もなかったのかなって。私もわかる。そうなったら姿を見せたくないかもしれない。うん、そうね。あ、それからさっき神父様が言っていた好きな子って、本当に？そう。まあそんなことじゃないかと思ってたわ。そうね。